なんか忘れてないか。おっと、これは失敬。完全に忘れていました。ジェイソン君ですが、一晩中バス停でスピカたちを待っていたようですね。そして山頂からこぼれる淡いピンク色の光に包まれ出したジェイソン君の目の前に、人狼の里へとつながる不思議な魔法陣が現れたかと思うと、朝日に照らされたジェイソン。レイは大丈夫だったのか。魔王、あいつらは。私を助けてくれて帰って行ったわ。そうか。レイはこれからはずっとずっと俺と一緒にいてくれ。ありがとう、嬉しい。昨日と違う夜明けの光、優しく降り注ぐ髪に頬に胸に指先までも瞳は幸せに輝き、あなたを思い続けている。